定員割れとは、定員が決められている組織や団体などにおいてその、定員に満たない状況を言う。定員を満たしていない状態及びその数を欠員と言う。大学、短期大学、高等学校などで、生徒数に定員を設けている学校では、新入生に対する通常の入試で定員に満たない場合、二次、募集、三次募集などを行う場合がある。2019年に、 都立日比谷高校が定員を5人下回ったことで二次募集を行い大きな話題となった。また、転入生については定員を勘案して行われる場合もある。日本の大学では少子化などの影響による定員割れが見られる。日本私立学校振興、共済事業団が毎年行っている調査では2000年代になってから私立大学の定員割れが 全体の4割を超えるようになり、2007年度には、私立短大の定員割れ率が、初の6割超となった。また、地方の国立大学においても、欠員補充二次募集が、毎年のようにかけられている。ただし、大学の定員割れについて、定員充足率を満たさない状態を指すのか、大学運営に支障がある状態を指すのかといった、定義が明確ではなく、大学の学部、 学科のうち、一つでも、定員割れすると、定員割れ大学と認定すべきなのか、もともと定員充足率を満たしにくい、宗教系大学を対象とすべきなのかなど、定員割れの定義や、認定方法が一様ではない。文部科学省、平成31年度以降の定員管理に係る、私立大学統計上費補助金の取り扱いについて、では、 定員超過抑制の観点から、入学定員充足率が95%から100%の学部等に対して4%、同90%から94%の学部等に対しては2%の経常費補助金増が通達された。すなわち、私立大学の場合、定員充足率が90%以上が望ましい状態とされている。このことから、 定員割れの事実が経営難や学生募集の低迷に直結しているものではなく定員割れと赤字は別事象であることにも留意する必要がある。また定員充足率80%未満の大学は2014年の122校がピークで2015年以降は114校、117校、90校と減少し2019年は51校に過ぎない。 日本私立学校振興、共済事業団の平成30年度私立大学、短期大学等入学志願動校によれば、入学定員充足率が100%未満の大学は19校減少して210校となり、大学全体に占める未充足校の割合は3.3ポイント加工して36.1%となったとされる。また、 学部系統別の入学定員充足率では、私学、薬学、農学、課生が定員充足率100%未満とされる一方で、いわゆる文系の学部系統では定員充足率100%未満の分野は存在しない。対して短期大学では入学定員充足率が100%未満の短期大学は8校増加して212校となり、 短期大学全体に占める未充足校の割合は3.3ポイント上昇し70.4%となったとされる。学部系等別の入学定員充足率では人文系を除いたすべての分野で定員充足率100%未満となっている。山口東京理科大学など定員割れにより存続に苦しむ私立大学が2010年代以降相次いで、 公立大学へ移行している。ありがとうございます。